ぼーばーまたアンドラゴンのせいで食べ物がバンバンだったからバンバンバ別のバからバンバしてこないといけなくなってバなんとか取ってこれたバンバンなんだけどバンバンバ誰かに見られたらまずいから早めにバンバしようババン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 誰か来たバン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 これも恒例なんだがなお前たち何をしてるんだこいつは今日は魚かおいお前たち隠れてるんだろここにいればバレるはずがないんば申し訳ないが今回は俺は違うんだお前たち聞こえてるか俺はな全部見えてんだよばそうか、あいつら俺たちは言葉が分かんねえのか、天才だから。ば今回の俺は、全部見えてるって話。ま、こんにちは。ま、ここで、お前たちが地下にいることも全部透けて見えてました。こいつ、私たちのこと知ってるような口ぶりだけど、誰だこいつ。ちょっと待って、そうだ、思い出した。俺、髪の毛染めたんだった。ば申し訳ない、自己紹介が遅れた。デストロイヤーコメ将軍ベイベーという名のものだ。聞き覚えあるバーン髪を染めているおかまにこの10円ハゲもできてしまったバーンかわいそうに前回お前たちとの対決に敗れた俺はまた本部からこっぴどく叱られてすごく目が疲れた目が疲れて眼科に行ったところ緊急手術と言われ起きたら全てのものが見えるようになってたバーンバーンとりあえず俺は最強の目を手に入れたってことなの早く行って早くドラゴン行って行かせてくれるんだ早く行ってありがとうございますもう今日で最後にしようねもうこれ俺たちも仲良くやってこうぜはい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 じゃあまた後で倒しに行くから行って早くはい三チャンク私たちのこと知ってるような口ぶりだったけど、うん、私たちは見たことないからもしかしたら組織の一員なのかもしれないけどそういうことかなんかよくわからない人が来たから今回もあいつに邪魔されないようにエンドラ倒そうオッケー今回俺が手にしたのは最強の能力こちらね、まあ、X レイっていうこれはなんかモッドなんやけどこれどういう風にするのかというと俺 X ボタンを押すと、まあ、自分の設定した鉱石とかっていうのをこれ全部透けて見えることができますこれめちゃくちゃ強い。これはね、一瞬で鉄とか集めることができますね。そして、第二の能力、こちら。まあ、これはね、なんかその洞窟とかっていうのをね、透けてわかりやすくするモードですね。はい、鉱物とかじゃなくて、まあ、別のやつを見る。まだ終わらないんですよね、この最強の目の能力。G ボタンを押したら、プレイヤーのトラッキングができるようになってるんですけど、あまりにも遠すぎるとこれはプレイヤーが見えないようになってるのかな？うん、ちょっとこれの能力についてもよくわかってないんで、後からやります。今回圧倒的に大事なのはあいつらよりも装備をめちゃくちゃに強化するっていうことだからまずはね最短の労力でやっていきましょうはい今回全部見えるって言ってたけどどういうことなんだろうな透視能力みたいなことなのかな、ね、場所がバレてたねでもなんか全部見えるって言ってたから、うん、場所だけじゃないのかもしんないああ。もう地面とかも透けて見えるんだとしたら、うん、鉱石とかも取り放題だからさダイヤ装備とか一瞬で作られたりとかネザー要塞とか先に見つけられて全部ブレイズスポナー壊されたりとかするんじゃないワンちゃんそれはまずいんじゃないかやばくない普通に全部見えるって意外と一番強い能力かもしれない今までで確かに早いとこちょっと移動しちゃおうぜ最低限の装備だけ整えて多分今回向こうは全部見えるってことは鉱石とか掘ったりとかするの早いだろうし、うん、でそれで私たち隠れてたとしても多分すぐ追いつかれちゃうからスピード勝負だと思うあいつがダイヤとかを掘って装備整える前に行っちゃおうネザーにそうだねネザーライトとか集められたらかなり厳しいよ私たちきついね二人集まっといた方がいいかもずっと確かに一対一だと勝てないかもねうん早いとこちょっと移動して村とか見つけたいところなんだけどうん周り海で囲まれてる説あるあり得るあ海だこっち海あまずいぞあんまり距離稼げないかもあんまり距離稼げない状態で向こうがどん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 装備力上げてったらもうどうしようもないよねすげえなこれとりあえずいろいろ掘ってってここに石炭があるからはいこれでね鉄もこれで掘っちゃいますかここにもう鉄があるわけですよはい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 これめちゃくちゃでかいな沈没船あほんとじゃあちょっと見に行ってもらっていい OK あれ神殿怖いなあー怖いね私ちょっと左側見に行ってくるわうん
たい。やばい、全部海だ。ここダメだ。無理。海底神殿、うん、強い的に。オッケーオッケー。アップグレード、もう鉄になった。アップグレード、やばい。向こうが鉄とかダイヤ直下掘りで掘り当てれるのに、私たちは近くに洞窟ないから一切アップグレードできないっていうのが、装備差どん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 増えてって、過去一やばいぞ。こんなに序盤からもうすでに私めちゃくちゃ焦ってんだけど。食べ物もない。待って、丸石ある。え、あ、これスポナーじゃない。スポナー、嘘、ポーナーあるわ。ポーナー、中身だけちょっと失礼します、うん、水中採掘いらんな。パン2個、金9個。まあ、金ないよりましたから、ちょっと金で2人とも足装備作ってこう。どうせ後カット使うから、うん、じゃあちょっと私この中見てきます。うん、鉄あってくれ。あ、あった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 。お、ナイス。あ、結構ある結構ある。お、ナイス。食料も借りつつ、遠いなぁ、マグリたち。まずは鉄フルしっかり作って、あ、やばいっていうフラグね。一回しんどいた方が体力回復するかな、そういうやつでやってました。わ、高いこと落としてるいや、よかった、中身は変わんねえみたいだな。うん、サンチャーンク。食料がな、村がないときつい。罠とか仕掛けたいけど全部見えちゃう、ね、落とし穴系だったら逆にはまる説ある。あ、逆に、確かに地面全部透けて見えてるから落とし穴あっても気づかないみたいな ね。そんなバカかな、ちゃんと確認するんじゃない確かに。あ、ここにも鉄ある。鉄結構あるね、海の中ね。で、ここだったら突然米商が襲ってくるとかもなさそう。確かに。最低限鉄フルは確保しよう。そうだね。これめっちゃ便利だな。洞窟がどんぐらい続いてるのかっていうのが分かるんで、下に鉱石があるかだけしっかり見て。いや、でもな、深い洞窟じゃないと意味ないんだよな。あ、待って、荒廃したポータルだ、これ。よかった。あ、オッケー、まだ取られてない。ここ深いな、割と。ここでダイヤ見つけよう、まずは。おお、ダイヤが見える見える。こっち側を掘っていけばダイヤがありますね。ダイヤダイヤダイヤです、ダイヤですよ。めちゃくちゃダイヤありますよ。もう急にダイヤフルになるぞこれ。よしよしよし見える見える、ダイヤが見えるぞ。こっち側にもダイヤあるわ。こんなにダイヤっていっぱいあるんだ。これあそこのダイヤも拾ったらさ、ダイヤフルいけるんじゃない。ん、待てよ、近くない？近いな、これ。どうしよう、これ。ただ俺、ベッドも何もないから、一回行ってみるか？その代わり俺はもう結構強いよ、今。今の俺は、やばいよ。かなり装備差がありますがね。勝っちゃうぞ、本当に。はい、ダイヤモンドチェストプレート、ダイヤヘルメ、足だけ金つけるから、一応足はいいか。よし、第一陣あいつらに挑もう。そろそろ第1回目の攻めてきてもおかしくない頃合いだと思うんだけど、ね、お、ネザーゲートの作りかけある。お、あ、でも米賞もう行っちゃったんだ。あ、でもいけるいける、待って、ネザーいける、ネザーいける。そうそう、ネザーゲート作ります。あ、ダイヤモンドゲットしてる、あいつ。ちょっと早くネザーゲート作っちゃうわ。 いけた。え、釣れてる。え、嘘。あ、え、いやーいやーいやー、やばいやばいやばい、やばい、ちょっと待って、やばいやばい、ダイヤ装備だぞ。二人で行こう。あいつ靴だけないんか。あった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 。ナイスナイスナイス。靴だけないんか、あいつ。いけるいける、よし。うわー、くっそーなんだいけ。あいつら強いな、やっぱ。やっぱり強いな。一瞬で返されたな。どうしよう。なかなかやりおる。嘘、一個マグマ置く場所ずらしちゃった、私。ね。もうさすがにないかな。あ、あったあった。あ、ほんとだ。二個あった。いける。それでいける。これでいけたでしょ。着火、いきます。着火、はい。ここから挽回し、え、待って、うわ、びっくりした、やばやば、ちょっとやばい。嘘、場所が終わっとる。さらなる深みへ、達成したな、あいつら。早くない？え、今回やつらめっちゃ早くない？最短でダイヤだけさっと取りに行こう。ダイヤフルが作れる状態にしといて、どこだ、とりあえず下掘っていこう。早い早い早い、半シフト早い。怖すぎる。怖いね、これ。よう半シフトしますわ。向こう側が普通のバイオムっぽい。うん、ここ行くか。いける、ザピッピゴ。ほら、ナイス着陸。よし、もう早速攻撃しちゃおう。うん、よし、今回はすんなり落としてくれよ。いつもここで一番時間かかるからな、ね、
ああ一発で来た。嘘、早い。3個サクッとパール見つけることができれば、あと要塞だけか。うん。あまた来た。2連続。え、そう、え、2連続はエグくない？めちゃめちゃいいじゃん。4個来たから。今7個。え、私も1個来てるかも。ああ4個来てる。4個。え、来てる来てる来てる。勝ったろこれ。 11？ うん、だいぶ来たんじゃない。あと1個ぐらい。ああ来た。え、ナイスナイスナイス。じゃあもう完全完成じゃん。え、ルザピーエグくない確率。オッケー、あそこにダイヤの塊がある。こんなね、ちょっと掘ればね、ダイヤ出てくんのにね、いつも俺たちは苦労して探してるわけですよ。まあとりあえずダイヤフル作って、多分ダイヤツルハシも作っといた方がいい。ダイヤツルハシね。でもあと13個もあるから、これめちゃくちゃありがてえぞ。ゲートこれか。まあやつらもな、そうアホでもないしな。で、なんかスポーン地点設定してないけど、別にここでいいか。よし、で行きましょう。おお、ああなるほどね、そういう感じで行ったのね。ちょっと待てよ、これさ、来た、ネザライトあるんじゃないこれ。あったあったあった、古代のあれだ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 。よし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 。でも1個か、くっそー。いえ、この実績ってネザライトじゃない？ネザライト？ネザライト、あれネザライトだね。やばいな、ネザライトも全部もう直接見つけちゃうのかあいつね。やばすぎ。早く要塞見つけないと、うん、要塞枯らされちゃう、ね、ありそうだけどな、めっちゃね。なんか今んとこ結構いい感じにうまいこと来てるから、ね、出てきそう。え、全然攻めてこなくない今回ね。本当にネザライト装備作ろうとしてる説あるよ。怖い。いやーきつい。1マスずついけば。いやーダメだ、掘らせてくれ古代の残骸。ネザライトっていろいろ調べたんですけど4ついるんですよね。金も必要なんだよ多分。だから金もしっかり掘っといて。いやーこれ間に合うか。ネザライトの斧ぐらいしか作れないんじゃないか。どうなんだろう。オッケー、あります、あそこに。ここ直下であるんだけど、マグマに当たるから気をつけないと。オーケー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 、 オーケー、 オーケー。集まってきてる集まってきてる。他なんかその辺あるか。あるな、結構あるな、結構あるなこの辺。あ、やばい、やらかした。おお。あ、電波出てるかも。出てる？あ、2個出た、2個。まだあるあるある、まだあるまだある。14個なった。え、嘘？電波勝ったじゃん、こんなやばすぎる。黒曜石も欲しいけど、とりあえず要塞探そうに行くか。こんだけ余裕あったらいけるっしょ、電波。ね、こっち、まっすぐ進みます。 OK。 やべ、なんか今日地形ボコボコですね。怖いですね。うん、怖っこれ。落ちそうなとこいっぱいある。油断したら落ちそうなところ。あ、ん？ん？あー、要塞だ。ナイスナイスナイス。めっちゃ近く。近っ、嘘。いやでも順調すぎるぞ。え、順調すぎるし、ね、これ賞が来なさすぎるからクリアしちゃうよね。まずいです。こっちじゃないな、こっち側なんだよな。やつら要塞を見つけてるのか。道中ちょっとネザライトがないかだけ確認しながら。こっちか。恐ろしい要塞達成してるな。ちょっと一旦この辺で焼いとくか。この古代の残骸9個か。2個しか作れないのか今こうやって思うと。これで、はい、ネザライトインゴット2つクラフトしました。こうしてネザライトインゴットでネザライトのチェストプレート、オッケー。待って、初めて切る俺。ネザライトのチェストプレートとか。オッケー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 。で、どうしよう。斧強化したら、どうなるんだ ?9 で、攻撃力10。いやー、強いな。これにネザライトの斧にしよう。オッケー、えぐい、えぐすぎる。初めて持った、ネザライトの斧とか。オッケーオッケーオッケー、行こう。ブレイズスポナーはあの形かな。あ、左ある、右奥。あ、左にもいる。うん。いい場所にあった。ね、埋まってくれてるからこいつら逃げないし。え、なんか運良すぎん？ね、全部が運いい。ね、今日なんかすごいぞ、私たち。他のチェストとか見てくるわ。うん。どうする？ポーションとか作っちゃう？もう。あり。今回もあっさりネザーウォートン見つかったから、ポーション作れちゃう。ね、作れんじゃない？さすがになんかさ、装備差がありすぎるときついから、ね。ポーション作っちゃうのありな気がする。ありあり。よし、オッケーオッケー。帰ろう。うん。
まだちょっとだけ集めないと。オッケー、私一応2個持ってるよ。あ、じゃあいける。帰るか。オッケー。ネザーウォートはある？ネザーウォート20個あるよ。お、じゃあ帰れますね。帰り怖いな、遭遇しそう。ネザーライトのあいつ来たらどうする？いや、ちょっとハンシフトやりたいな。でもここで死んだらマジで時間の無駄すぎるから。ぴょーん、オッケー、 あるな。まあでも一応サッと取りに行くか。こんなところにあるの怖すぎん？待って、これ、あー、よかった、1マスあるか。危な。怖っ、これ、この、あー、やっちゃった、もう最悪。もう待って、マジか、最悪だ、やっちゃった、最悪。ネザーゲートどこだっけ。溶岩遊泳試みてる、よっしゃ、よしよし。いやでもネザーライトだったら、いやでも関係ないか、どっちみちあいつは装備ドロップしないんだった。そうそうそう、よし、今のうちに帰ろう。まあいいや、とりあえず奴ら帰ってくんのかな、どうなんだろう。多分あいつら焦って気づかないだろうから、でここで一応リスーチ固定して、飯だけ欲しいよ。ここでもう一回一から頑張ろう。待って、近い、もう帰ってきてる、もしかして。めっちゃ近いんだが、こっち側に行けば近い近い近い。よし、ヤッホー、うん、よし、ヤッホー、え、やばい、ネザーライトシスト、待って、これやばいんじゃない？どうしよう、待って、斧もネザーライト、斧もネザーライト、どうしよう。おおおお、どうするこれ、ルザピ、あ、ちょっと待って、ルザピ1対1で使いけない。やばい、ちょっと待って、やばい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 、めっちゃ痛い、あれやばい、やばい、私さ、食べ物ない、ルザピ、ルザピ、ルザピ、いい感じですね。怯えてますね、君たち。ささっとさ、ゲートくぐって帰っちゃおうぜ。うん、オッケー。待って、逃げるなよ、お前ら。待って、待って、ルザピ、ちょっと待って、うん、いいこと思いついた。完全にトラッキングでこちら位置バレてますので。はいはいはい。ちょっと待って。もうやめろって。生き埋めすな。すな。オッケー。すな。すな。必殺ダメージだな。生き埋めすな。よし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 。やめろ。よし苦しいよ。そう、私砂利めちゃめちゃ余ってて、さっき捨てようか迷ったんだけどさ、ナイスすぎる、取っといて、うん、ネザライトって装備は強いけど窒息ダメージは普通に入るよ ね固定だね、固定ダメージだからいけるかもって思ったらガンマと窒息してくれたいけた。しかしながら俺はネザライトの斧とネザライトのチェストプレート持ちなんで、やつら戻ってくるでしょ絶対。いつもさ、俺ずっとさ、マグマ漬けにされてるからさ、あいつらやってろうかと思ったんだけど、あいつら来ねえな。ここ通ってる時に米将軍が来て戦い合うのが一番怖いんだけど、いやもう行くしかないんじゃないこれ。ちょっとあいつやばいだろ、あいつ。てい、待ってやばい、てい、どうするこれ、私本当にワンパンで死んだけど、ガチでワンパンで死んだけど、やばい、本当に死んだ、本当に死んだ、ファーストキル、やばい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 、こしゃくな、マジであれしかないかもしれない、ルザピ。一回上に上がって、あそこで戦うとやばいから、一回上に上がって。お前たちちょっと見とけ。俺はお前たちが思ってる以上に。私弓持ってるよ、米将。ちょっと待ってね。ちょっとだけ、ちょっとだけ待って、ちょっとだけ待って。見てください、見てください。これ、僕の技術見てください、これ。すごい、ほら、すげえ、お前ら、おい、ふざけんなよマジで、おい、すげえ、ハンシフト、俺のハンシフト見ろよ。ちょっと私あとワンハート、やばいやばい、どこどこ、見えない見えない、うわだるい、これだ、マジだるい、これ落下ダメージ食らったら死ぬ、落下ダメージ食らったら死ぬ、私。本当か、本当に言ってんのか、追いかけますぞお前たち。俺ちゃんとドラキング見えてるんだからな、ちゃんと。どうするどうする、ゾッピー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 、そして最短距離までの直線が見えております。米将軍、こちら、やばすぎ、食べ物ないな、不毛だぞこれ。あ、沈没船だ、やべやべやべ、まあいいよ、ちょっと俺沈没船行ってくるわ。その沈没船ダイヤ入ってた確か。レザピー、ちょっと迂回して迂回して、右側に迂回して、ワンチャン海底神殿のビームが私に当たったら一発で死ぬ。あぶねえ、海底神殿ビーム食らっちゃった俺も。あ、よし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 、あっちはなんか私たちの最短距離分かるからすぐ追いついてくると思うんでね。な、この魚でもいいから食いてえけど、そんな時間ないかな。
待って、めっちゃ遠く行ってんだけど、お前たち。よし、声聞こえなくなってきたぞ。ちっちゃい声になってきた。うん、ちっちゃくなってきた。うわ、やらかした。ちょっと待って、なんか海底神殿に切り取られたら、ちょ、やらかした、これは。ここら辺で。なんか。作れんこともない。ちょっとパン、ほんのちょっとだけど作ってくる。6個。ナイスナイスナイス。私は酒食べるわ。オッケー、なんとか空腹埋まったけど、米食またすぐ来るからやばいよ。な。ただな、俺もそんなに食料があるわけじゃないんだよな。あ、いる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 。やばい、後ろ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 。センキュー。いるよいるよいるよ、後ろ。大丈夫ですか？やばいやばいやばい。何をやってらっしゃるんですか？かかったな、米食。かかったんですか、何かに。いいよ、来いよ、そのまま来い。言ってるんだよ、ずっと。止まれよ、じゃあお前が止まれ。俺は来てんだよ。沈没船気になる。飯欲しい、俺も。あいつも飯ないのか、本当か。本当か。おい、どこに行ってんの俺たち。夕日に向かってなんかゴーしてんじゃん、俺たち。あ、昆布、よし、昆布食え、昆布食え、昆布食え、生で焼けない。生で食えるだろう。あいつずっと来るな。じゃあずっと行くしかないんだって。やること。上陸する？上陸する？上陸すっか。上陸しよう。陸だったらプレイヤースキルでワンチャン距離離せるけど、海はどうしてもない。ちょっと待って、やばい、はまった、ボートはまった。よしよし。終わった終わった。めっちゃ痛いぞあれ。でもまだ見られてんだよこれ。やばい、そうだそうだ、見られてんだ。よしよし、見えてる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 。はい、ここまで直線距離わかります僕。やばすぎる。もうこれはプレイヤースキルで巻くしかないよ。地上は、ね、地上は私たちのテリトリーだから、これいけるよ。これな、ちょっと時間かかってでもやらないといけないことがあった。いや待って、ない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 、最悪最悪最悪。あー、ちょっとだけ離れちゃった。リスチだけは絶対固定しとかないと、マジで時間の無駄になるから。あいつは絶対行かれるから、ネザーに羊をしっかり狩らないといけない。あー、あっちに行ったな。絶対羊だけさすがに狩っていこう。これはとにかく距離稼ぐか。怖すぎる、後ろ怖いね。装備がえぐいのと、ワンパンで私たちやられるよ、もうこれ本当にね。方向も見ちゃいたいな。そうだね。いや、これポーションは作る暇ないな、さすがにね。いきます、真下に行きます。はい、戻ってる。いや、やばい、そっちか。ちょっと右回りするか。そうだね。沈没船見たいけどな。沈没船見たいな。一瞬見ていい？一瞬食べ物あるかもしれない。やばい、時間的にやばいかな。来ちゃうかな。1個あった。ナイスナイス。人参、スープ、シチュー。全然ないよりまし。よしよし。もう一回投げるね。OK。 真横になった。めっちゃ変わった。いやー、食料なしでいけるかな。確かに食料ないのやばすぎるよね。まずい。食料なしはきついな。ベッドも持ってないし。近い近い近い、近づいてる近づいてる。まだちょっとプレイヤーのトラッキング反応しないな。あ、いた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 。バレてるバレてる。あれバレてないかな。バレてない、もしかして。あ、いるいるいる、右右右。え、ボートが一人で動いてる。本当だ本当だ。さすがにこれは行かないといけないけど、でもな、羊ないとな、ちょっと心もたないな。ちょっと取り返しのつかんことになる前に、一旦ちゃんと羊を飼っておくことを今回は絶対にやっておく。オッケー、羊いた。オッケー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 。これで戦闘前になったら行こう。村で一回飯食って帰り討ちにすれば、そっからでかいよ。うん、ね、走るとお腹空いちゃうんだよな。これ米賞来た頃にはもう走れなくなっちゃうかもしれない。私、村あってくれ。動物いてくれ。動物、動物もいない。いないね。ないな、これ村。どうしよう。一回もう一回投げるか、ここで。うん、戻ってるね。まあそうだよね。いやでもこれで行くの危険だよな。食べ物、キノコシチューでもいいんじゃない。キノコシチューいっぱい作ってみるか。うん、村探してるよりはそっちの方が早いよな、速さで言ったら。うん、あ、いるいるいる、近い。オッケーオッケー。隠れてんの見えてんだよな、入ってから。マスターいる、マスターいる。そっちだそっち。いや、なんだ。いる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 、この辺だこの辺だ。近い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 。下潜ってる下潜ってる、絶対下潜ってる。上か。あ、いた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 。探してた、ずっと探してた。なんでなんで分かったの。なんでちょっとこのトラッキングオフにしてたんだよ。一応 PVP は下の方が強いっていうことは聞いたんで、
やべやべやべ。なにそれ、早っ早っ早っ。武器ないけど、新たな武器を手に入れた。まだ大丈夫、まだ大丈夫。いやいや、もうやばいです。行くわ、じゃあもう行くわ。食べ物もいたけど、ちょっともう行くわ。やばい、最悪。結構食らってる、多分。オッケーオッケーオッケー。大丈夫、ルザピー、それしない。ほっ、やばい。ほんなので頑張れ、俺、頑張れ。いやなにそれ、うまっ、うまっ。よしよし、大丈夫か。いやー、待って、白熱してんな。これ行った方がいいかも。コメショ、今の私が一発だけ撃った弓の意味がようやく分かってきたよ。分かんない、全然。え、今ワンワンに襲われてんの、私が弓を撃ったからだよ。ワンワン、俺襲ってきてんの。動物好きが犬攻撃するんですか。やめろ、いけん。よしよし、やばい、やばい、よーしよしよしよし、やったやった、やばい。待って、こっからやばい。ちょっと待って、俺ネザライトやばすぎる。俺もやばい。私木の剣なんだけど、私木の剣なんだけど。待って、これやばい。絶対倒す、絶対倒す。ワンワンが邪魔、ワンワン邪魔。マジでやめろ、マジでやばい。やばい、よっしゃー。くそ、最悪。ナイスナイスナイス。ついにルザックを倒した。これかなりでかいぞ。一旦絶対に羊手に入れて、もう一回だけレシチを固定したい。武器差では勝ってるけど、普通に 1v1 をさせられたらかなり自信がないから、俺も。とりあえずここにベッド一回置けたのはいいとして、もう一個その近くでベッドを置いてとどめを差し切りたい。でもさ、この斧がかなり効いてたってことだよな、ルザックに。ルザックって絶対いつも硬すぎて、マジでいつも何にもできなかったんだけど、今回やっぱネザライト斧作って正解だったら剣じゃなくてよかった。いや、ルザピーやられたの痛すぎるな。なんとかワンちゃんに戦ってもらったけど、ベッドがないからエンドラ倒すのにも結構時間かかりそうなんだけど、エンドラ倒すのに時間かかってたらその間にあいつが来ちゃうから相当やばい状況だぞ今。ここら辺な気がする。いけ、ちょっと右にそれた。ここら辺だ。今回は贅沢にエンダーパールを使う。ルザピーが置いてってくれた片身のエンダーパールで食べ物しっかり取っとかんとな。あ、やばい、エイムがひどかった今。動揺してる。友人の死に一番動揺してんのは私だ。全然壊れん。ここだ、ここ潜っていこう。どこからエンド要塞に入れるかな。この辺りだとは思うんだけど、ここか、ここにかけよう。最近結構要塞深いところに生成されるパターンも多いから、ツルハシの耐久も少ないから怖いな。全然違うとこ掘ってんのかな。この辺りのはずなんだけど。来た、よし。違う、来てない。なんだよ、進捗出るからビビったじゃん。コメショーの進捗かよ。近い。あ、これ当たります。ちょうどそっちじゃない。どこだ、惜しい。いやー、近いんだけどな、めっちゃ。もう一回ぐらい投げるかな。繋がった、地上に。なくねえか、見つかんねえ。あ、来た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 。ありがてえ。よし、この辺にいる、この辺にいる。下か、下だな、下だな。掘ってる掘ってる掘ってる。どこにいる。ちょ待って、反応した反応した反応した。どこだ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 。下だ、真下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 。オッケー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 。で、ここでベッドを作って、はい、ベッドで絶対レシチ固定しておきましょう。オッケー、こっから掘ってって、直下が別に怖くないんだよ。やばい、オープンの。待って、これ見つけたぞ。何回も何回も生き返るためにベッド持ってきます。いや待って、致命的だ。ベッドどこに隠したか忘れた。まあ行くしかない。もう行く、行こう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 。最悪、自分で隠したベッド忘れちゃった。いる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 。斧とツルハシが壊れそうなんよね。待って、いる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 。やばいやばい、おい、やばいな、やばいやばいやばい。武器ないんだよ私今。あれ、よし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 。いやー、ちょっと待って、どうしよう、籠城されてる。こうして、ちょっと待って、どうしてんだ。こうして、これだったらいけないんじゃないかな。マグマか、俺でも見えてんだけどね。あ、そっか、見えちゃうのか。でも1マスだったら通れないんじゃないかな。あー、それは通れません。よしよしよし、ちょ、どうしよう。これで移動するの2倍時間かかるはずだから。いやー待て、逃がさんぞお前。
犬犬どけナイス犬ナイス犬邪魔だお前邪魔だ邪魔だお前どうなってる。おおこんにちは。やばいやばいこれは痛い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 邪魔邪魔お前やめろ。よしよし、ちょっと待ってやめて本当にやめて犬。よし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 、なんとかなった、なんとかなった。そこだな、そこだな、そこにあるんだな、そこにあるんだな。逃げたらたまたま来た。たまたまだったんかこれ。いい、やばいやばいやばいな、早く見つけて行かないと。どうしよう、見つけないと、急いで。あーこれまずい、埋まってるパターンだ、埋まってるパターンだこれ。よしよしよし、どこ行った。これは先に俺が見つけれるんだよね、これで。どこだ、あるだろその辺に。あれだ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 、見えた見えた見えた、俺先に見えたぞ見えたぞ、これはめちゃくちゃ強い。ありましたありましたありました、これ待ち伏せしてたら 100% 勝てるでしょ。どっかに埋まってないかな。気づいてくれ。最新バージョン埋まってる可能性結構高いからな。やば、終わった終わった、何これ何これ、やばいやばい変な部屋入っちゃった。何この部屋、なんであんな、うちょ、まあ、何これ、ゾンビの数多すぎでしょ。なんでこんなゾンビいんの、いやうざやば、ゾンビおないってことはやっぱり埋まってんのかな。埋まってる可能性全然あるな。こういうところに埋まってること結構あるじゃん、こういうところじゃないかな。ほら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 、え、行き止まりあんの、なんだよなんだこの部屋。米将軍の動きがないのが気になるんだけどさ、米将軍の動きがないってことはもしかしたらポータル部屋見つけてもうそこで待機してるってことだよね、多分。だとしたら米将のネームタグ見つけたらそこがポータル部屋説なんじゃない。冴えてる冴えてる、よし。来ねえなやつ、どこにいるんだろう。あれすごい気になるな、あの宝箱。ちょっと甘栗にバレないようにチェストだけ回収したいな。あれ待って、あいつ来てね。え待って、大丈夫、ちょ待って、バレてる俺。あ待って、バレて、ちょ逃げろ逃げろ逃げろ、一旦ここは隠れよう。で不意打ち作戦だ、不意打ち作戦。バレた、バレてる、バレてる、最悪。おいおい、バレてんのかよ。水で一旦、やめろ、やめろ、マジでやめて。よしよし、マジでやめて。やめろとか言える立場じゃないだろお前、そんないい勝負使ってよマジでやめて。よしよしよし、うわー迫って、ポータル、ちょっと待って、逃げろ、やくそ最悪よし行くぞ、やめろ、いけいけいけ、落とせ、やめて、マジでやめて、落とせ落とせ落とせ、やめて、やめて、やめて、落とせ落とせ落とせ、よしよしよし、ちょっと最悪、まずい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 、ブロックがねえ、ブロックがねえよ、やべえ終わったかも。いやわかんない、この怪しげなシチューに全てかける。え、跳躍力上昇きたー、きたー、神引きした。え今跳躍力上昇来いって思って掘ったら跳躍力上昇きた、天才すぎる。これ絶対もう勝つしかないでしょ、神回にしてやるよ。サンチャンク行きます。よし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 、いやー見られてんな、やめてください、これ渡れねえな、これどうしよう、ちょっとずつちょっとずつ渡るしかない。あーちょっと待て、やめろって、千葉千葉ロッテ米商に矢消費してる時間ねえな。よし、矢の数がすごい足りない、行くぞ、どこだ、あ、トラッキングつかないと、ここで。オッケーオッケーオッケー、見えないけど当たってくれ、いた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 、ここだ、一騎打ちだ甘栗、ついにお前との一騎打ちがここで行われることになった。やばいやばいやばい、よし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 、やばすぎる、ちょ、念にはね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 、オッケー、一発でこんなに食らうんか、どんくらい食らってるかは知らんが、3ハート減った。よし行くぞ行くぞ、あ、ちょ待って、ちょ待って、通りすがりに、これ、殴っちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。普通に間違えた。いや、縁玉、ちょっと邪魔すんな。お前、絶対、俺は、用事があるんだ、今。どこ行った、どこ行った、どこ行った。いてる、いるいるいる。いや、そっち側に行くっていう手段、どういうこと？こっちの方が落としやすいから。私の土台は広くて、米将の土台は狭いんだよ、ここ。この意味がわかるかね、米将くん。矢を打てるってこと？違う、米将は、細い足場だけど、私は太い土台にいるんだよ。
なるほどな。落とし合いならどっちが勝つか分かるだろう。それ以上こっちに来てみろ。落としてやるよ。じゃあ簡単な話じゃないですか。なんだ、足輪を増やせばいいんじゃないんですか。おい、ちょっと待って、やめろって。よし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 、嘘だ、やめろやめろやめろ。エンパー無限に持ってるからな。同じことを何回もやればコムシはもう怖くない。だるい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 、どこ行った。え、どこ、マジでどこ、上登ってる。もうエンドにはいないよ、私言っとくけど。エンドにいるよ、エンドにいるよ。トラッカーが反応してんだもん。トラッカーずるいって。トラッカー、あ、上にいるな多分。もう矢がないんだよ。矢もないしブロックもない。私絶対絶命だよ。熱いぞこれは。やばいなこれ。1回ぐらいコメシを倒したいんだけどな。ここで1回倒しといて、その隙にエンダードラゴン倒す以外勝ち目ない気がする。またそこかよ。もうこれしか私にできる道じゃないんだよ。またそこ。早く早く行っちゃおう、早く行っちゃおう、早く行っちゃおう、早く行っちゃおう。私にはこれしかできない。落とされる前に。やばいやばい。よしよしよし。やっ、よしマジくっそやがした。最悪、待って頼む。オッケーオッケーオッケー。今の隙にあと1個エンダークリスタルをなんとかして、なんとかすればなんとかなる。なんとかしてなんとかすればなんとかなる。あがくだけあがいてみようじゃないか。あと1個。未だかつてこんなに地利貧な戦いがあっただろうか。武器もまともにねえし、ブロックもねえし、弓矢もねえし、だがこの状況でも倒したい、その気持ちだけは人一倍ある。よし、帰ってきました。マジ、また来たの。いやー、そこにいるのか。ちょ待って、エンドラが暴れてる、エンドラがめちゃくちゃ暴れてる。いやー、いるなマグリ。何度来たって帰り討ちにしてやるよ。お前追われてんぞ今。ここでとどめは刺すしかない。よしよし、何度来たってあそこに行くよ私は。もう今回は絶対倒すぞお前。一騎打ちになっても知らないからな。え、一騎打ちって言うんだったらこのエンダーマン倒してよ。私に一体化してエンダーマン倒してよ。いいよいいよ、こいつ倒してやるよ全然。うん、ありがとう。一騎打ちがいいよねやっぱ。倒して。ちょっといっぱいいるんだけど。早くしてください。はいはい、倒してくれこのエンダーマンを。マジで音階だけだからな。若者聞くのお前。一騎打ちならそうだよね。一騎打ちってさっきから言葉こいつか言ってるけど、こいつか。ちょっとどこ、ほらあそこにいる、あそこにいる、二人いる、どれ、二人いる、頑張って。 この動いてる奴ら違う、こいつエンドラ、エンドラだよ。助けて助けて。あ、こいつか。オッケーオッケーオッケー、行くぞ。俺はこんな卑怯な手を使って勝ちたくないんだ。行くぞマグリ。はい来い。もうちなみに私食べ物ない、食べ物ない敵に勝って楽しい。オッケーオッケー、ありがとう。いいとこあんじゃん。お前体力回復するわ。早くしろよ。オッケー来い。いざ尋常に勝負。一旦逃げる。よし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 、大丈夫大丈夫。圧倒的装備が強いからな俺は。殴ってる回数は半分以下だぞお前。3分の1ぐらいだぞ。大丈夫大丈夫。あ、待って待って待って、危ない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 。わ、くそくそ。オッケーオッケー、地道に地道に。地道に来てるなぁ。おぉ。よし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 、エンドラマジか、最悪。エンドラ来い、エンドラ来い、エンドラ降りてきてくれ頼む。今だ、今降りてこないでどうすんだお前。来た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 。いつもは顎はルザピに譲ってるけど、今回は私顎狙うよちゃんと。あ、やばいやばいやばい、あ、やばった、やばいやばいやばい、あ、サンチャンク。というわけで皆さんすいませんでした。最後ね、あっけない死に方をしてしまって、すごかったのにそこ、そこまで完璧だったのに、とどめ刺そうと思ってたのに。いや普通にドラゴンにベチーンって床に叩きつけられて死にました。いやでもね、結構ね頑張ったと思ったんだけどな、あとちょっとだったね。いやちょっとね、うん、めちゃ強かった俺。一瞬でもうダイヤフル集まるし、うん、一瞬でネザライトもう見つけられるし、うん、めちゃくちゃ今回強かったね。こっちはね、今まで絶対村探してから動いてたんだけど、今回ね、はいはいはい、村見つかんなかったんだよね全く、うん、村なかったね。そう、島だった。だからね、うん、食べ物が常になくて回復がきつすぎたのと、
最後ツールとかブロックももうない状態で、最後本当にきつかった。過酷だったわ。大変だったね、確かに。いやでもどの道今回負けてた気するな、うん、最後エンダーマンにやられなかったとしても、うん、回復ないから、あと1回コメショーがこっちに来たら確実に負けてたし、ベッドも今回持ってないからドラゴン1回で倒しきるの無理だったと思うから、そうだね、どの道負けてたと思うな。強かった、シンプルにコメショーが。ね、ネザライト斧が偉大すぎたな。いや、ネザライト、マジで剣にしようか迷ったけど斧にして、今回は、うん、強い、うん、よかった。今回でもね、かなりの名勝負になったと思う、原始人史上、うん、マジ何でも見えちゃうもん、マジで強かったコメショー。ということで、お疲れちゃんちゃんちゃん。I'm not afraid.